こんにちは。今回は手持ちのカードについてちょっとお話ししようかと思います。人生において自分の手持ちのカード、これはね、選べないものもあったり、チェンジして変えれるものもあるんですよ。で、どちらにしても今現在持ってるカードっていうのはすぐには入れ替わりません。もう手持ちのカードで勝負するしかないんですよ。その時に、もうどうしようもないカードだったらどうすんのっていう話もね、ありましたけども。いや、どうしようもないカードでも使えるマーケットに行くんですよ。そうすると、どうしようもないものがどうにかなるわけですよね。 で、このカードゲームってのは面白いもんで、大富豪っていうゲームがありますけども、あの、大富豪と大貧民が逆転するみたいなね、ワイルドカードもあるわけなんですよ、そういうハプニングも。で、人生には結構そういうことってあって、あの、全然同底辺だったのに、なぜか知んないけども、一躍う成り上がるみたいなね。あの、なんていうのかなの。借金だらけから億万長者みたいなのを聞くじゃないですか。あれっていうのは結局そういうことなんだろうなと思うんですよ。でも、 なかなか目が出ない人っていうのは、これ一番多いんですけども、いわゆるね、単なるいい人なんですよ。この単なるいい人っていうのは、まあ、本当にね、悪いことをするわけでもない。でも取り立てて目立つようないいことをするわけでもない。本当に、そこそこ気が抜けていて、そこそこやる気があって、そこそこ正義感があって、そこそこ臆病でみたいなね。で、実はこういう人が一番多いんですよ。で、一番多いこういう人は、手持ちのカードで、 みんなドローゲームなんですよね。もうみんなこう一長一短あって、なかなか優劣がつかないんで、お互いに浮かび上がれなかったり、勝とうと思ったら足を引っ張るしかなかったり、都道を組むしかなかったりってことになってくるんですよ。じゃあここに、ワイルドカードという原理をね、用いたらどうなるかっていうと、一長一短ある全集団、全体の8割がそういう、うまあ、五分五分の人だとしますよね。そして一部の天才、そして一部の劣等生がいるとします。でも一部の劣等生は、 こんなにダメな自分でもこんなことができるんですという実はね、あの悪いからこそ目立つってことができるんですよ、うん、そうですね、なんかこう100点満点取る優等生なのか0点をばっかり取ってる劣等生なのかそれともまあ平均的な点数を取るその他大勢なのか一番目立つのは誰かなオリジナルは誰かなっていうと100点と0点なんですよね こういうふうに何かで目立つこと。何もできないけど目立つこと。あらゆるものができて目立つこと。どちらも平均的にできる人からちょっと距離があるんですよね。でも間違いなく言えるのは、0点を取る人っていうのは、100点を取る人、もしくは0点を取ったことがない人から見ると異質なんですよね。その逆も言えて、100点を取る人って異質なんですよ。でも0点を取る人の代わりってのは滅多にいなくって、100点を取る人の代わりっていなくって、 その中間の人ってのは、いくらでも変わりがいるっていうことになります。これがね、一体何を意味するのか、なかなかわからないと思いますけども、あの、とにかくね、ユニークでいるってことは、必ずしも、誰もが評価する優れた人でいることばかりではないんですよね。いつもドジっちゃう人とかね、なんとなく勘違いしちゃうこと、そこから生まれるドラマやハプニングが、きっと新しいドラマを作ると思うんですよ。ですんでね、自分の手札が全然ダメでも、それで勝負する場所、 もしくは、まあ、はったりと言いますけどもね、マージャンの場合もはったりっていうのがあるんですよ、ポーカーフェイスって言って、手配は全然悪いのに、うわ、もうダメだこれや、こりゃって言うんじゃなくって、きちんと節除を伸ばしてね、パスッと1番をね、第1弾をパシッと打つと、あれ、大きい手が入ってんのかなっていう風に、周りの人が勝手に勘違いして、毅然と打ってるだけで、自分の相手の人がみんな降りてくれるみたいなね、そうやって体勢を整えるポーカーフェイスっていう手段もあるんですよ。もちろん、 ポーカーでいうポーカーフェイスっていうのと同じ意味なんで、ポーカーのポーカーフェイスもね、豚なのにスリーカードとかフルハウスとかに立ち向かっていって、はい、ベッド、ベッド、ベッド、みたいな感じでね、相手を下ろすみたいな方法もあるんですよね。まあそういうふうにね、私はどんな手持ちのカードでも戦う場所さえ間違えなければ勝てると思いますし、バラバラなカードでも組み合わせ方によっては、あの、こう優等性をね、圧倒することができると思うんですよ。だからそういう、 うーん知恵とか工夫っていうのを最後の手段として手持ちのカードが悪い人には持っていただきたいなと思いますよね。うん。まあ、あの、トランプがあったらちょっとお見せできるんですよね。ちょっとしたトリックっていうのが悪いカードにはあるわけなんですよ。いいカードに見せるためのね。はい。ま、あそんなとこですかね。うん。はい。まあ、何にしろ、割とか、大富豪にしましょうか <laughs>。大富豪でございます。いってらっしゃい。